登米市と栗原市にまたがる伊豆沼内沼では今月22日から来月27日に3つの会場で遊覧船に乗りながらハスの花を楽しむハス祭りの開催を予定していました。しかしこのうち登米市のハサマ会場では去年7月の記録的な大雨によりハスのほとんどが水没した影響で数が減った上、生育が不十分なため中止を決定しました。一方、栗原市の2会場では月立会場で7月中の開催の見送りを決めていますが、若柳会場は今のところ通常通りの開催を予定しています。